7月23日木曜日朝5時6分です。今日から4連休がスタートしますが、お出かけされてる方も多いんじゃないですかね。で、本来だと東京オリンピックの開会式が今日の予定だったのかな、残念ながら延期にはなってしまいました。で、香川県では高校総体の代替大会が今日から3日間屋島陸上競技場で開催されます。ここ数日蒸し暑い熱帯夜が続いています。さすがにもう寝るときに窓開けて寝ただけではちょっと暑すぎて眠れないので、エアコンかけて、タイマー1時間から2時間ぐらいタイマーかけて寝るようになりました。朝までエアコンかけっぱなしにするとどうしても朝起きた時にもう体がすごくこうだるい状態になるので、もうタイマーかけてるんですけど、タイマー切れるとね、どうしても目が覚めちゃって、でその後また一回起きて、窓を開けたり扇風機回したりしてなんとか朝まで過ごしています。というわけでちょっと前置きが長くなりましたが、朝のモーニングコーヒー、今日はアイスコーヒーいただきます。あー、うまい。今日から3日間、屋島陸上競技場で、香川県の高校総体の代替大会が開催されます。で今日初日になるんですが、3日間ともいろいろとちょっと手伝う、仕事があるので、今日も朝一番で、子供をまず送り届けてから、一生懸命お手伝いしていきたいと思います。選手の皆さん、特に高校3年生の選手はもうこれが引退試合になる選手も多いかと思いますので、もちろん好記録目指すっていうのも大事ですが、思い出に残るような大会にしてほしいなと思います。7時前になりました。さっき一旦子供を競技場まで連れて行ってきたんですが、まだ1時間ぐらい時間があるので朝飯食べようかと思うんですが、今日はここでいただきます。じゃーん、久々の吉野家さん。吉野家あんまり普段最近来ることちょっとなくなったんですけど、意外とね、朝定いいんで、安くて美味しいんで、今日は吉野家さんで朝定いただいてきます。おー、うまそう。納豆牛小鉢定食にしました。これで404円です。ご飯とお味噌汁とサラダと、あとこれ納豆と牛の小鉢。安い。朝からボリューム満点。納豆は熱々のご飯の上に乗せて納豆ご飯でいただきます。で、納豆食べた後にこの牛小鉢をさらに足して牛丼でいただきます。うまそう。いただきます。うん、うまい。納豆の次は牛小鉢をいただきます。うまそう。ごちそうさまでした。完食です。いやー、もう大満足です。お腹いっぱいです。まだ少し時間早いですが、競技場に到着しました。8時までに行けばいいので、もう少し、中に入ってから、ちょっとコーヒー飲みながら時間、潰したいと思います。それでは今日も一日頑張ってきます。で、今日の試合は、今日から3日間、香川県高等学校陸上競技選手権大会2020、県総体の代替大会になります。会場は屋島競技場です。天気なんとか大丈夫そうですね。というわけで中に入って少し時間調整。屋島競技場の室内なんですけど、もう今日基本的には競技は全部外なんですが、棒高だけは今日は中でやるのかな。まだ梅雨は明けてないですが、天気予報だと3日間なんとか持ちそうな感じなので、
いい大会になってくれることを願います。